本日はお忙しいところ、森里海シンポジウムにお越しくださいまして誠にありがとうございます。本シンポジウムは2012年度より京都大学日本財団共同事業として開始しました森里海連環学教育プログラムの成果を社会に広く発信するために2013年度より毎年開催しております。本年度をもちましてこの教育事業は一旦終了します。本年度はその区切りとなりますので、これまでに積み重ねてきた事業の成果をまとめ、その効果を検証するとともに、今後の森里海連環学をベースにした教育研究の方向性を議論するために本シンポジウムを開催したいと思います。教育プログラムの成果につきましては後ほど朝倉ユニット長より詳しい説明があると思いますが、これまでに教育プログラムを修了した140名を超える学生は社会に巣立ち、あるいは大学に残り、それぞれの新しい道を開拓しつつあります。また修了した学生の4割近くを占める留学生は現在帰国し、あるいは日本において職を得て社会の発展に寄与しつつあります。このような国内外で活躍しつつある修了生に集まっていただくとともに、森里海連環学に共鳴してくださっている海外の研究者の方にも参加いただき、国際的なつながりの中でこのシンポジウムを開くことができました。森里海連環学は今や京都大学だけのものではありません。国の森、川、里、海のつながりを進める政策にもつながってきているように思います。本日は、環境省自然環境計画課長の奥田様にご登壇いただき、その最新情勢について伺えるものと思います。また民間より野村総合研究所の斉藤様にもご登壇いただき、社会変革へのスキルを教えていただきたく存じます。本シンポジウムでは山下フィールド科学教育研究センター長の基調講演のほか、履修生修了生の活動報告など盛りだくさんの内容になっております。最後までお聞きくださいますようよろしくお願いいたします。